皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やすでございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、虫歯についてなんですけどもね、僕は病気の関係で飲んでいる薬の影響と、それの影響で合併症になって、でまだその合併症が合併症を生んでしまって虫歯になっているんですけどもね、でそんな、ね、合併症の中でもね、一番怖かったのが糖尿病だったんですよ。ねね、まあそのやったんですよって言っても、まあそのね、終わったかのように喋ってますけどもね、またいつね、こうぶり返してくるかも、糖尿病がぶり返してくるかもしれないんでね、まだまだ油断はできません。でもね、そのね、糖尿病自体にも実は虫歯になりやすい原因があったっていうことがね、最近ね、調べたところによってね、分かったんですよ。そのね、糖尿病が原因で高血糖によってね、皮脂病になって、それによってさらに血液の循環が悪くなって、血糖コントロールが悪化して高血糖になって、という悪循環に陥ってしまってるんです。だからね、高血糖歯周病、高血糖歯周病っていう風にね、もう連鎖反応が起きてるわけなんですよね。怖いですよね、ほんまに恐ろしいですわ。でほんでね、そもそもね、糖尿病になる前に免疫抑制剤という薬剤的な要因で虫歯にもなるし、でその免疫抑制剤の影響で糖尿病になるし、でまあそのね、糖尿病予備軍でしたけども、まあそれが原因で虫歯になるし、でそもそもね、その白血病で抗がん剤を知って、それによって粘膜症障害で口の中がただれてカビが生えて虫歯になるというね、もうわざわざ自らね、虫歯になる道をね、こう辿ってきてたんですございますよ。もうほんまにもうね、よう考えたらね、大変な道をね、辿ってきてますよね。でほんでね、こんな虫歯のことを考えてるとね、思い出すんですけども、その見ていただいてる方々の中でのコメントでね、まあたまに見に来たら歯医者行ってるなっていうね、心配のコメントをね、いただいてるんですけどね、まさにその通りです。だってね、今年になってね、歯医者に行ってる回数がね、めちゃくちゃ増えてきてるんです。まあでもそのおかげでね、担当の先生とめっちゃ仲良くなりましたわ。でそこで思ったんですよ、虫歯ってなんで虫歯になるんやろうなって。単純なことなんですけども、そもそも虫歯になるのはわかるよ、でもそれってなんでなんて、どんなメカニズムなんですかっていう風なことをね、すごい疑問に思ったわけですよ。でまあね、その仲良くなった先生に聞きゃええんですけども、まあ、歯医者について診察台に座ったらね、すぐ問診が始まって、すぐに口を開けて歯の状況を見せますので、まあ喋る状態ではありませんよね。なので調べました、まあその虫歯のでき方についてなんですけども、まず虫歯の、ね、原因にはね、4つの要素が考えられます。脂質、細菌、糖、時間、この4つがね、キーポイントになってきてます。まずは脂質なんですけどもね、まあ読んで字のごとくね、歯の質です。でその脂質っていうのはつまりね、歯のことなんですけども、まあ当たり前のことなんですけども、歯がなければね、虫歯にはなりません。ほんで次にね、細菌です。虫歯になるにはね、虫歯菌というのがあります。虫歯菌が出すと酸で歯が溶かされるのが虫歯なんですよ。でこの虫歯菌は口腔内常在菌と言いまして、口腔内常在菌ね、口の中の常在菌なんですよ。でこれは誰の口の中にも常に存在してます。そして次はね、糖です。この糖っていうのは糖質の糖のことです。そのね、食べ物のね、磨き残しの中の糖が虫歯菌の餌になります。その糖をね、栄養としてね、虫歯菌はね、繁殖してくれてね、歯垢を形成して、まあ、酸を出してね、虫歯を作ります。そして最後の時間です。歯の質、細菌、糖っていうこの3つの要素が重なる時間が長ければ長いほど虫歯になりやすくなります。つまりこの、4つですね、脂質、細菌、糖、時間、ね、そこの4つが重なってしまうことで虫歯になってしまいます。でね、順番的にはね、まずね、細菌と糖が結びつきます。で磨き残しの糖分を虫歯菌が餌として食べることによってですね、ネバネバした歯垢、プラークというね、よく聞くと思うんですけどね、その歯垢のことなんですけどね、それが、虫歯菌の巣を作ります。でこの歯垢で虫歯菌は繁殖していくんです。歯垢の中にね、住み着いたね、虫歯菌っていうのはですね、糖を栄養として活動的になって、酸を出して、酸を作り出して、その酸が歯を溶かします。
これが虫歯の始まりです。ほんでね、まあ、先ほどの4つの要素以外にもですね、あの唾液もね、実はね、虫歯にね大きな影響を与えます。唾液っていうのはね、まあ、僕もね以前 あの動画でお話ししたことあるんですけどね、すごい口の中に影響してきます。でその唾液っていうのは、歯の表面についた汚れをね洗い流したり、虫歯菌の出す酸をねこう中和してくれたりするんですよ。しかしですね、そのね唾液っていうのは寝てる時にはねあんまり出ないんですよ。だからあの朝起きたら口がカラッカラになってくることとかあるでしょ。あれはねこのためなんですよ。そのために虫歯は寝てる時にもね最もできやすいんです。なのでね、だから寝る前の、ね、歯磨きが一番大事なんですよ。まあ、でもね直接的な原因であるその歯垢をなくしてしまえば、まあ、もちろん虫歯になることはないんですけども、まあ、同じようにねその歯を磨いてる人でもねその虫歯になりやすい人とそうでない人がいます。これっていうのはですね、その生活習慣とか、まあ、口腔内口の中の環境に個人差があるためなんですよ。ほんでね、まあ、直接的なその歯垢という原因があるように、ね、まあ、もちろん間接的な原因もあるわけなんですよ。それっていうのは、先ほども言いました唾液、生活習慣、そしてね今度は歯並びでしょ、で矯正、歯の質で、この4つがねあのまた間接的な原因になってきてます。で唾液っていうのはその歯の表面についた汚れをね洗い流してくれたり、虫歯菌の出す酸をね中和します。そのため唾液が少ない人っていうのは虫歯になりやすい傾向があります。で生活習慣なんですけども、生活習慣の中でもですね、特に食生活は虫歯のできやすさを左右する大きな要因になります。あのまずはあれですよ、アメちゃんとかね、あとソフトキャンディー、ハイチュウとかですね、そんなんが好きな人とか、まあ、ジュースやねスポーツドリンクなどの清涼飲料水などをねあの好きな人っていうのは虫歯になるリスクが高くなります。またね食事の間食の回数や時間帯にも虫歯のリスクは左右されます。あのよくね寝る前にね食べたり飲んだりする人とか、まあ間食の回数が多い人もね虫歯のリスクは高くなります。で次はね歯並びと矯正です。その歯並びとかね矯正っていうのはその物理的なことになってしまうんですけどもね、その歯並びが悪い場合とか、矯正治療中のワイヤーなどにねどうしてもその歯磨きしにくい部分が出てきてしまったりするわけですよ。ほんなら磨き残しができやすくなったりですね、でその結果磨き残しがある部分っていうのは虫歯になりやすくなります。ほんで次は先ほども言いました歯の質ですよね。まあ人によってね、あの例えば病気になりやすい人となりにくい人がいるようにですね、その虫歯になりやすい人もいればなりにくい人もいてるんですよ。でそれはその歯の質のにねその強い弱いがあるからなんです。でそのためにまあ同じように歯磨きをしていても虫歯になりやすい人となりにくい人がいます。あとはね、まあなんといってもですね、あのドライマウスが原因なんですよね。そのまあね寝てる間のドライマウスがね虫歯の原因をね強くしてしまうんですよね。でドライマウスっていうのはね、まあ、何らかの原因で唾液の分泌量が少なくたってで口の中が乾いた状態になることを言いまして、で通常それが持続している場合なんですよ。でまたねその口呼吸などでねあの乾燥してしまったりね、糖尿病がね脱水などでね喉の渇きを感じたりしますし、でさらにはその精神科的疾患でもねあの乾燥をね訴えることがねありまして、まあ、これらもね広い意味でドライマウスに含まれます。ね、先ほども言いましたけども、特にね口を開けて寝てるわけでもないのに朝起きて口がカラカラになっている人もねいてるぐらいですから、まあ、ドライマウスをね気にしている人はね多いと思います。そんなねドライマウスのね簡易自己診断ができるんですけども、まあそのまあ僕は普段からね素人の自己診断ほど愚かなものはないとね豪語してるんですけども、でこれはあの歯医者さんが推奨しているチェック項目なのでぜひ確認してみてください。水をよく飲む、夜中に口の渇きで目が覚める、乾いた食べ物が噛みにくい、食べ物が飲み込みにくい、今までと味が違う、口の中がネバネバする、僕はねその全てがね当てはまってしまいますね。この当てはまるのが多ければ多いほどドライマウスの可能性があるとされてますので、気になれば必ずね歯医者に相談しに行ってください。あとその他ね、これは自覚症状でのあるあるを集めたんですけども、口が乾く、口がネバつく、話しづらい、食事しづらい、美味しくない、舌が痛い、口臭が気になるね、ほんまにこれってね一つ気になったらねもう連鎖的にね全てがね当てはまってしまいそうな項目だらけなんですけどね、もう考えただけで嫌になりますよね。もう歯で悩んでるのにねドライマウスも気にせなあかんからね、ほんま
まに大変ですわ。でもまあなんや言うて一番最後の項目の口が臭い、あもうあれがねもうすごいねもう一番気になりますね。まあそんなねドライマウスには治療が必要な場合もあります。まあ原因が分かればですね当然的にそのね除去がね第一になります。また痛みなどがあればとりあえずねそれを先に治療します。まあ僕の場合はね白血病の治療中というね大きな原因がありますので、まあそれが終了するまでは歯の悩みというのは尽きることがねないと思うんです。まあでもねその終了した時にね虫歯を引きずってたらあかんので今ね放っておかずにね必死にケアをしております。でもね皆さんはねきっと健康でおられると思ってますので口腔内のケアをねおろそかにせずにねいてくださいね。まあそんな感じで今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。